こんにちは、ヤナです。今日はですね、留学生2人ともお迎えしておりまして、どうぞよろしくお願いします。イエーイちょっと間があったちょっと恥ずかしいんだなちょっと様子見ちゃったねいつ入れるかちょっと様子見ちゃった。じゃあ自己紹介よろしくお願いします。はい、ナミです。ウィーン経済大学に留学してます。はい、キミコです。ウィーン工科大学に留学しています。はい、ありがとうございます。今留学6ヶ月間ぐらいしてて、うん、その経験とかいろいろについて聞きたいと思って、今日は参加してくれてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと緊張してます。私も多分2人ともより緊張してると思う。2人ともコロナ禍で留学しに来てくれたんだけど、そのコロナでそもそも留学行けるかどうかという不安とかあったかな。そうだね、なんか2020年の夏から本当は行く予定だったんだけど、まあ、中止になっちゃって、2021年の1月出発も中止になっちゃって、もうこれ以上延期できないし、もう私3月に卒業するから、あ、なんかもう行けるかどうか分かんないみたいな状況で、行けるって、ワクチン打てば受けるってなって、ちょっと不安だったけど、まあ、打って、もう絶対行きたかったから行こうってなった。よかったね、行けて。結局そう、本当によかった。キミコはどうだった？うん、私も一緒で、もう最後だったからそう、ね、最後だったから、もう絶対行くならこの年だって思って、でも行く2ヶ月前ぐらいまで大学からそんなに指示は出てなくて、で、なんか急にワクチン打ったら行ってもいいよみたいなこと言われて、で、なんか大学とか両親とかに反対されたら、ちょっともしかしたらやめてたかもしれないけど、自分の意思では絶対行こうと思ってたから、でも親とかも全然賛成してくれたから、よかった。じゃあ、ナミは一応1年間行く予定だったの？その前は。そう、なんか1年間2学期でもらってたけど、もうどんどん短くなって、でも卒業、今5年生だから3月卒業しなきゃいけなくて、もう半年でもいいから行こうみたいな感じ。やっぱりコロナいろいろね、予定しても、データ立ててもね。でも行けてよかった、本当に半年でも、ね、よかった、会えてよかった、ね、会えてよかった。行けなかったら会えなかったもんね。そうそう YouTube 見るだけだった多分見てない多分見てない YouTube 見るだけだった。あ、マリアの紹介、ね、あ、マリアの紹介マリアちゃんも皆さん知ってると思うんだけど、マリアの大学で RA してくれたみたいで、そこから知り合いでチャンネル紹介してくれた。そうです。そうなんだ。そうマリアすごい、いつも宣言してくれて、そう、みんなにこう質問してマリアちゃんありがとうオーストリアのコロナの対策と日本のコロナ対策って結構違いあると思うんだけど、それどう思ったかちょっと聞きたくて、気になるなと思った。最初はびっくりして、なんか着いた時9月に着いたんだけど、え、みんなマスクしてないのみたいな。ああ、外？そう、外でみんなマスクしてないのとか、こう中でしかマスクしないとか、結構みんなで集まるみたいな、多くて、だから日本だったら全部ダメって自粛したりとか、こうダメだよって言われてることが全部 OK で、結構最初はびっくりした。なんか、意見とか反対とか賛成とかなくて、なんかびっくりみたいな。あ、最初は、ね、そんな感じだよね、そうだね。私も日本からこっち来た時、日本はちょうど緊急事態宣言だったよね。そうだね。だから本当にお店も何もやってないみたいな状態。あ、そうなんだ。だったから、なんかこっち来て、あ、お店やってるみたいな。嬉しかったかも。お酒飲めるみたいな。そう、なんか居酒屋とかもやってなかったんだ、日本はその時。そうだね。でも夜はもうやってなくて、8時とかに閉まっちゃうみたいな感じだし。お酒はダメだったよね。お酒はダメだった。お酒は夜は禁止みたいな感じだね。それもここもあったりはしたかな。でも9月頃来たよね。その時結構コロナ落ち着いてたから、割とまた全部開けようみたいな感じだったんだけど。そうで、なんかね、で、なんか多分12月に入ってからまたロックダウンになっちゃったよね。11月の下旬からロックダウンみたいな。それどうやったの？ロックダウン経験できて。なんか
なんか私のロックダウンのイメージは結構もう誰も街歩いてない、うん、あもうゴーストタウンみたいな感じで誰もこう買い物とか行っちゃいけなくて、うん、ずっと家にいようみたいな感じかと思ったら、うん、意外とね、うん、散歩してる人とかいたし、スーパーは開いてるし、うん、スーパー閉まっちゃったらもうやばいからねなんかこうデリバリーとかにしようって感じかと思ったら、うん、意外とスーパー来てる人とか多いし、うん、ロックダウン中でも散歩中はマスクしてないし、うん、なんか結構ロックダウンってこんな感じなんだみたいな、ね、なんか日本の緊急事態宣言ぐらいって感じかな、うん、あ確かにロックダウンが、うん、そんな感じかな。でもなんかね、全然旅行とかしてる人もいたしね。ね、いたしね。いたしね。確かにね。なんか意外とそこら辺も緩いなって思ったかも。うん、あー確かに。一応国出れるって感じだから、うん、そのロックダウンじゃない国に行って遊ぶみたいな人もいたりするよね。ね、うんうん、そうだよね。うん、まあヨーロッパだから行けることだね。それは確かに違うかもしれない、うん。日本だったらもう世間的にアウトだね。そうだね。絶対できないことばっかり。いやもういいだって感じ、うん、自由で、うん、そうもうマスク帰ってからつけることがすごい外でつけられないかもしれないぐらい自由にやってる感じする。やっぱりそこここの生活にちょっと慣れて、うん、やっぱり外はそんなに人多くなかったらつけなくてもいいんじゃないとかっていう、うん、そうなんか日本だともう誰一人周りにいなくても、うん、なんか周りからの視線とかなんかちょっと気にしちゃって、うん、絶対マスクしてたんだけど、うん、それは絶対しできないかもな、ね、なんか誰もいなかったらマスク取りたくなっちゃうかもしれない、それわかる。義務ではないしね。そうだね、義務じゃないけどみんなつけてるから、うん、そうです、世間的な義務、そう社会的なルール、そう、社会圧力、社会的圧力、そう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 、そうそうそう、やっぱりあるな。登山とかもつけてる、なんかさ、日本でさ、高尾山とか行くときもマスクしなさいみたいな、しんどそう感じ。やっぱ運動とかジムとかも、まあ、ジムは中だけど、うん、全部マスクみたいな、運動会とかマスクみたいな。ここもジムだとつけなくてもいいと思う。うーん、一時的にはつけなきゃいけないっていう義務はあったんだけど、ちょっと詳しくないんだけど、うん、眼中マスクやばいな、息切れがやばい、やりそう、ハーハー言っちゃいそうまたコロナのお話になっちゃうんだけど、うん、そのワクチン反対っていうデモとかあるじゃん、ここ、うん、それどう思った？もうそれもまずびっくりだよね、最初は、うん、最初はびっくりで、なんか日本は、ま、ワクチン反対の人いるけど、うん、そんなに多くなんか印象だけど、こっちはなんかめっちゃ行列できたよみたいな、あ、うん、なんか大きな音出したりとか、うん、なんか車乗ってたりとかして、なんか戦車みたいなの乗ってる人がいる。戦車みたいなの乗って、こうなんかめっちゃ、みたいな乗ってる人とかいて、ね。それで交通機関がね、遅れたりしてる、トラムとか、特に。うん。それはね、あんまないもんね。ない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 。迷惑でしかない。本当に。なんか、警察も一緒に、でもなんか更新してるじゃん。それがすごい。なんだろう、すごいなってヨーロッパを感じた、うん、認められてるんだなみたいな、うんうん、権利として、ああ権利だね、うん、なんかちょっとなんかびっくりするけど、なんか権利として認められてるのはいいと思った、うん、なんか、うん、そう、うん、ワクチン反対うんぬんじゃなくて、その、うん、デモ自体がなんかそうだ、ね、作られてるみたいな、うん、そうだね、まあそれやんないと違法だからね、なんか最初に警察に行ってこの時にデモやりますとかって言ったら、うん、なんか OK みたいな出してくれるから、それしないとダメみたいな感じだから、警察はついてくる、まああとすごい誰が来るかわからないし、もうやばいことになったら警察すぐその近くにいるから助けてくれるみたいな感じだから、でもコロナのでもすごい暴力的な人もいたりするから、確かに、うん、避けてるいつも私そのちょっとなんかメール来るよね、そう、あ、メール来る、そうそうそう、大使館から、ここからリングストラッセみたいなとこからどこどこまで、うん、
マリアキリファでやりますみたいな。日本大使館から来るんですよね。そう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 、日本から来る。週に1回は絶対来るね。週1回またデモかみたいな。知らんかった。ここねみたいな。この場所でやるからこのトラムは使えないかも。うん、ここら辺の何時頃はここら辺に行かないようにしてくださいとか、うん、結構詳細ね、言われるよね、うん、何時から何時でこういうルートでデモしますみたいな。すごいなぁ。私もその報告欲しいわ。確かにね。旅レジ登録すればできる。外務省のね、外務省の旅レジ登録すればできるかも。登録とかデモ情報がゲットできる、うんうん、デモでお酒飲んだりする人もいるからね。なんかめっちゃ酔っててベラベラ。あ、でもよく見るかも。そうそうそう、ベラベラ酔ってて何されるか分かんないから怖いなっていつも思う。なんかデモ帰りの人にさ、ハンドクリーム貸してくださいみたいな。え、デモ帰りの人に電車の中で話しかけられて、マスクしてない人に話しかけられて、なんかハンドクリーム持ってるみたいな。マジ持ってないですみたいな。結構なんか酔っ払ってるっていうか。そう、ハンドクリーム、ハンドクリーム持ってないですかって言われた。怖っ。マスクしない、なんか5人組ぐらいの人に。え、5人組なの？そう、旗持ってて。あ、うん、そうそうそう、怖いね。で、女の人にハンドクリーム持ってないって言われた。女の人なの？そう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 、持ってないです。うん、怖っ。怖っ。そう、思い出した今。すごっ。電車の中でマスクしないなと思って。うん、それもね、法律になってるからね、そのマスク義務化とかで。もしかしたら罰金取られたかも、その後。確かに最近なんか見回りしてる人いるよね、うん、マスクしてくださいって、うん、そうだね、結構それが厳しい。じゃあ一般的にここに来てびっくりしたこととか、こんな風にやるんだとか、そういうのあった？結構日本より遅刻に寛容。あー、ゆるい感じね。あ、全然。あみちゃんが遅刻派だから慣れてんの。私は結構日本で遅刻しちゃうんだけど、うん、で結構怒られたりとかするんだけど、なんかこっちでは結構なんかみんな時間にルーズで、私なんか最初の方にこっちの留学生同士 の、 その欧米出身の子と仲良くしてて、なんか11時に会おうねって言ったんだけど、ちょっと無理だわみたいなって言われて、なんか、あ、じゃあ何時にするみたいな、じゃあ家に来ていいよみたいな言われて、家行ったら、ごめん全然準備できてないんだよねみたいな言われて、じゃあご飯食べに行くみたいな感じで、もう全然もうはの全然始まったの1時半とかで、あ、2時間半ぐらいかなみたいなとかは結構なんか全然常識違うんだなみたいな。あ、確かに友達同士にすごい緩い感じではあるな。そう、緩い感じ。全然怒ったりしないよね、うん、それを、うん、そうだね。時間は確かにすごい感じるかも、うん、時間すごいルーズだよね。確かに10分遅刻するんだったらもうメッセージしない。確かに、そうだね。なんか日本だったら3分遅刻します。何分に息につきますやれる、なんかすごい厳しい。やるけど全然3分遅刻だったらもう送んないよね、うん、送んないね、うん、気にしないもんね。気にしない。相手もね。うん。まあ10分以上だったら送るかなって感じ。まあでもなんか相手によるな。なんか日本人と会うやったらちょっともうちょっと頑張るって感じ。ちょっと時間守るように頑張ってる。景色綺麗とか。景色びっくりしたの。景色綺麗。なんかどこ行っても綺麗。ああ、ウィーン。ウィーン。なんか川に白鳥いてみたいな。おお。本当に綺麗。教会とかね、うん、嬉しい。なんか他のヨーロッパの国とかと比べてもさ、ウィーンって街並みがすごい綺麗だね。すごい綺麗。富を感じるよね。そう、富感じる。なんかハプスブルク家感じる。おすごい、ね、嬉しい。一番綺麗で、なんか安心できるみたいな、うん、なんかヨーロッパに来てなんか日本人だからこう身構えなきゃいけないみたいな、思ったことあったけど、全然逆にいい意味で全然感じない。なんか、あ、治安が思ったよりいいっていう。それはある。全然いい。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいよね。うん、もうなんか大学ここ来る前に日本大学でなんか危機管理オリエンテーション受けた。うん、あ、なるある。そう、なんかもう狙われた時とか襲われた時にこんなことしましょうみたいな。おお、へえ。もうすっごいめちゃめちゃ習うけど、うんうん、なんか絶対に。
腹巻きでなんか最後持ちましょうみたいな。すごい逆に狙われそう。腹にお財布を入れましょうみたいな。あるけど全然もう全然なんかそんなことないなみたいな、やっぱり結構日本人ってその治安結構気にする人多いなと思った。うん、まあ、確かに日本行って治安半端ないなって思った。うん、確かに日本でそうなんか電車のホームで買い物の袋忘れちゃって、うん、置いてなんか電車10分とか待たなきゃいけなかったから、ちょっと田舎の方だったから、うん、普通にその袋取らないで電車に入って帰ったのよ、うん、で帰ったら気づいたら、うん、えないってなって、うん、でその駅戻ったら駅に聞いたらありますよみたいな、まあ、住所どういうの書かなきゃいけなかったんだけど、確かに私もまあちゃんと届く感じする、うん、すごい本当にすごいと思う。日本でよかったーで。まあそうだよね、こっちで物なくなったことない私。そうだね、なくしたことないからその比較はできないけどね、うんうん、でも盗まれたことないよね。うん、そう、なんかヨーロッパとか歩く時ってさ、絶対になんかこういう、なんだろう、トートバッグみたいなタイプだと、うん、すごい、うん、こうやって取られるよみたいな、そう聞いてたんだけど、なんか最初の方だからすごい危機感を持って、うん、絶対なんかリュックだったり肩からかけるやつとかにしてたんだけど、うん、もうなんか最近もう安心しちゃって、うん、全然これで歩いてる。分かる。全然ね、なんか狙われたりもしないし、狙われたこともないし、うん、危険な目に遭ったことないよね。うん、なんか夜のなんか10時以降は歩くのやめようみたいな言われたけど、うん、全然終電とかで帰っちゃう。悪い子。全然すごい安心できます。うん、まあ、まあ夜は一応気をつけた方がいいと思う。そう、まあね、どうだろうね、週末とかやったらちょっと危ないかも、寄ってる人いるから。確かに。その時になんか例えばその地下鉄とかで帰ったりするんだけど、夜とかたまに本当に怖い人おるなと思った。確かに。まあでもなんかそれでやばいことになったことないけどね、私は。日本もね、酔っ払いるから、うん、まあ、そうだね、夜の終電とかは、うん、まあ、大体何もしないけどね、うん、なんかね、寝てるだけとか、うん、そんな感じ。たまにヤバい人多いけど。なんか、たまたまかもしれないけど、うん、なんかさ、街中にあるゴミ箱が、うん、私が見るといつも溢れてんの。あーへー、そうなんだ。そう、なんかさ、ウェストバーンホフのさ、いつも溢れてない。溢れてる。ほー、確かに。なんかあんまり掃除回収しないのか、それとも捨てる人が多いのかわかんないけど、うん、確かに。なんかそんなに汚い感じしないけどね。まあ溢れてるな。場所によって違うかもね。確かに、まあそれ大きい駅とかだったら溢れたりするかもしれないね、結構。ゴミ持って帰る人そもそもいないからね、ここ。日本みんな持って帰って捨てるみたいな、多いから。日本もあまりゴミ箱ないっていう、そう、外国人いつも文句言ってる。電車の中、駅とかに全然ゴミ箱ないよね。撤去するんだよね。撤去されてるけど、もうどこにでもゴミ箱ある。そうだね、どこにもある。あと火災報知器の話、なんかその日本で火災報知器とか鳴ったら罰金とかないじゃん。ないじゃん。ない。なんか、なんか料理で焦がしちゃって、煙出て、なんか鳴っちゃっても、なんかお金取られないんだけど、こっちで、なんか来てから1週間ぐらい経った時に、鍋焦がしちゃって、ちょっと煙出たのね、やばいやばいって思ったら、なんかすごいもう、猟銃になり響く火災報知器が鳴って、で、もう自分で止められなくて、もう焦って、そしたらあの消防団の人がうちの部屋入ってきて、止めてくれただけなのにめっちゃ罰金取られた、びっくりした、めっちゃ、それが一番、もう来て1週間でびっくりしたこと。124.85ユーロ。超高い数字まで覚えてるね。124.85ユーロ、ずっと手に持ってる。現金で払いました。払わなきゃいけないんだ。そう、請求書来る。確かにそれあるかもね、アラーム鳴るけど、何もなかったらそれも、まあ、来たからお金取られちゃうっていう。お金取られちゃう。なんかしかも、あるらしい、曜日によってお金違うらしい。そう。あ、確かに週末やったらね。ね、そう、土曜日の22時に。最悪じゃん。一番高いのかな。
日曜日の方が高い。日曜日は働いちゃいけない日だから、ね。それもね、あ、それもびっくりだね。それびっくりだった、うん、日曜日全部閉まってる。スーパーがね。そう、閉まってるね。コンビニないし。ないコンビニ。なんか日曜日に何か買いたいものあっても何も、はい、ほとんど空いてるところもあるけどほとんど空いてないから。そう。土曜までに何か買おうみたいなのが、うん、だんだん身についた、ね、慣れた。そうだね。なんか最初でもすごい不便だなってすごいマイナスの感情を抱いてたんだけど、うん、でもなんかよくよく考えると自分の国がそうだとなんかすごい自分の私生活の、ね、QOL すごい上がりそうだし、確かに確かに、なんか幸せの方のそっちなのかなとかちょっと考え出した。確かに確かに。日曜日休みじゃん全員。素敵だよね、うん、夏とか9月とかはさ日曜日にピクニックしたりとか、うんうん、みんな寝転がったりとかしてるから、うん、そうだね。それがすごいゆったりしてていいなと思って、ね、うん、日曜とかの公園さ、犬の散歩してる人とかいっぱいいるじゃん。うんうんうん、そうだね、結構いる。めっちゃいい、それが。いい。びっくりしたけど、いいこと。じゃあその生活のスタイルとかそういろいろ違うと思うんだけど、やっぱりその半年間ここにいて、あのここの部分の生活スタイルちょっと日本に持ち帰りたいっていうのもあるかな。習慣にしたいみたいな。そうそうそう。それか、あとなんか日本に帰っちゃってこれが恋しくなるとか、恋しくなりそうとか。あでもあるかも。私はなんか最近走ってて、うん、最近ね、健康的。ちょっと最近食べ過ぎてるので走ってるんだけど、なんかね東京で走ろうと思ったらやっぱりねあんま平坦な道がないから走る場所ってすごい限られてて。でもここだとなんかもうそこら中に公園があるし、うん、なんだシェーンブルン宮殿みたいなところも走れるじゃん、あの素敵なところ。確かに確かに。でそれが結構恋しくなる気がする。シェーンブルン宮殿一番行ってて、うんうんうん、もうね走るの本当に最高なの、だからねもうなんか毎日最後なんか最近はカウントダウンしながら目に焼き付けながら走ってる、うん、すごいな。私は一回だけ参加。ドナガーね。一回だけドナガー。ドナガーはもうすごい綺麗だったけど風強いし。最近風強いね。もうめっちゃ速いの走る。そうなんだ。私もう無理無理無理って。もう一回で終わりました。私は散歩しようかな。でも頑張るだけ大丈夫。頑張るだけ、歩くだけ、歩くだけ十分。私全然何もやってないから。ナミちゃん偉い。十分かなと思いました。夏9月に川で泳いでる人多いのはいいなと思った。日本のなんか東京とかで泳げなくない？江戸川とか汚いし。泳ぎたいと思えないよね。そう、めっちゃ綺麗なとこで白鳥と一緒に泳ぐみたいなが本当最高。ちょっと避けた方がいいかもしれない。白鳥ちょっと危ない、ちょっとちょっとだけ。そうなんだ。特に子供とかいたら、やばい、やっぱりそうだね。私もなんか日本の夏すごい苦しいじゃん、うん、なんか泳げる場所ないなって思って、そこはちょっと苦労したな、うん、ここの文化だと暑い日に、ね、まあ、湖とか川とか行って泳いでちょっと体冷やせるみたいな文化はあるんだけど、日本全然それなくて、まあ、エアコンあるからちょっとマシやけど、やっぱり泳ぎたいっていう気持ちすごいあった。健康だよね、うん、持って帰りたいなんかもの、うん、っていうかクリスマスマーケット、もう大好きで本当にめっちゃ行ってたね、そう2人とも。そう、もうクリスマスマーケットオタクだよね、狂ったように行ってたよね。そう、狂ったように行ってて、もう日本でもって広めたいなみたいな、クリスマスマーケット広めたいと思う。大阪にあるやつしか行ったことなかったんだけど、割と本格的な感じだったんだけど、まあ、めちゃめちゃ高い。そうだよね。そう、なんかあれホットワイン、プンシュも大好きで、確かにグリューワインとプンシュが大好きで、もうあれを日本でもなんか売ってるじゃん普通に、うん、全然売ってなくない、うん、ちゃんと売ってないから、それはいいなと思った。いいイベントだなと思った。綺麗なところでマリアテレジアプラッツでワイン飲むのと江戸川の近くで飲むのと違うから。それはちょっと違いがやばすぎる。違うかな。文化の融合がすごい。江戸川熱かのお酒とかもね。熱かげにやね江戸川は。なんか合いそう。行ったことないけどその顔。江戸川私もそんな行ったこ
ないんだけど東京住んでなかったし、確かに、そっかそっか、あ、そっかそっかそっか、東京に来てほしい、道頓堀になっちゃうか、道頓堀飛び込むしてるから、そうだね、うん、旅するね、見たことないけどな、ああ、でもなんか、そんな大したことないんだけど、うん、なんかすごいこっちの人、すごいフレンダリーだなっていうエピソードが結構あって、うんうんうん、すごい強烈なのがあって、なんか私、最初の方とか、結構一人で美術館とか回ったんだけど、で、こう一人で、なんかガイドブックとか買った手に、いろいろ見ながら、オーディオガイド聞きながら歩いてたんだけど、なんか近くにいた、スペイン人っぽい老夫婦の、うん、方がいらして、でなんかね、最初に奥様の方が私にもうスペイン語でブワーって喋りかけてきて、いやわかんないと思って、でじゃあ本当にもう身振り手振りでごめん本当にわかんないみたいな、本当にわかんないって、ね、言ったんだけど、でもなんかもうなんか気にしないみたいな感じで、なんかすごい笑顔でもそれでもひたすら喋り続けてきて、なんかあんないいよねみたいな、そのおばちゃんもなんかジェスチャーでずっと私に話しかけて。結局10分ぐらいもう何もお互い分かってないのに一緒に美術館を見るっていう本当強烈な経験だった、なんか可愛い可愛い本当に、でもねすごい2人ともすごいほんわかしててすごい癒されたかも、言葉は全然分かんなかったけどなんとなくすごいよねって言ってるんだろうなみたいなフレンドリーだね、フレンドリー、言葉わかんなくても結構なんか面白くそうだね、手で語るとか手で語る、うん、ジェスチャーでみたいなのもある、うん、なんか留学行って、まあ、一応最初の方がだいたい一人だと思うんだけど、うん、そう留学行ってなんか学んだこととか、うん、自分のここの部分もちょっと理解してきたところとかありますか、ディープだけど、ディープでごめんね、大丈夫、なんか日本にいた時はなんか結構バイトとか、うん、サークルとか、まあ、大学の勉強とか、まあ、いろんなことやってたし、うん、なんか日本って普通なんか大学ちょっと遠いところに住んでる人も多いから、うん、なんか移動の時間とかかかるからなんかもうすごい忙しかった毎日、うん、でもここに来てすごいスローライフでもっと自分のことより見つめ直せたみたいなのはあって、うん、なんかなんか前は結構働くってちゃんとなんかもっとバリバリその時間詰めてやんなきゃみたいなのあったけど、こっちに来てすごいスローライフでゆっくり、しかもなんか大学とかさ結構日本だったらさストレートで卒業することみたいなのがいいって思われるけど、こっちでは結構7年とか8年とか行く人も割といるじゃん、そうだね、だからのんびりしてる人、そうのんびりとなんか住むのもいいなってすごい変わった、それこそ自分の中で、キミコも自分の中で変わったこととかありましたか、そうねニヤニヤしないえでもこのマイノリティの環境にはすごい慣れたっていうか強くなった感じはするかも、うん、なんか最初は本当にただ全然なんか周りの人は多分何も考えてないんだけど、もうすれ違う人とかでもすごい見られてる感じがした、アジア人が最初すごい少ないって感じてて、あ確かにそれある ねすごい見られてるし、なんか多分全然違うとこ指さしてるんだろうけど私に向けられてるような気もしてて、すごいちょっとなんかね過剰に反応してたっていうか意識しちゃう、そうなんかすごい見られてるとか思ってたんだけど、すごい超かわいい、そうだよね、うん、日本でもそうだよね多分ね、うん、めっちゃ見られるね、だんだん慣れてきて、なんかそれもそう街中で会う人とかも全然気にならなくなったし、白人の子たちとかと喋る機会も増えていくと、なんか逆になんかアジア人が日本人であることがなんか強みになる、うん、なんか武器になる期間も結構あって、例えばなんか授業中とかでも先生とかにすごい覚えられやすいし、うん、友達とかなんか1回だけ軽く挨拶した人とかでも大学とかで会うと、ここがあったよねみたいな、すごいこっちはちょっと覚えてないけどみたいなパターンも結構あって、それは結構得してるなって思う部分もあって、うん、なんかそういった面でメンタルが強くなったっていうのかな、メンタル強くなったのかな、全然人と違うこと全然恐れないみたいな風になった、うん、なんかそう日本でいた時すごい恐れたわけじゃないけど、こう全然違うわけじゃん、うん、最初から、でもそれをなんかあんま恐れずに、だから何みたいな感じだから何みたいな感じでこう生きていけるようになった気がする、うん、ね、それ一番あるかも、私、そ
そう、なんか最初は英語とかもさ、うん、やっぱりヨーロッパの人よりも全然できないなって思うの。あ、なんかそのやっぱり発音とか全然うまくできないし、うん、なんかパッと言葉出てこないし、なんか日常的に使ってないから、うん、なんかこうすごい全然喋れなかったけど最初は、うん、なんか間違ってもいいから喋るみたいな、うん、なんか喋ればなんか向こうもなんか日本の人で今頑張ってるよねみたいな、うん、逆にそれを評価してくれるみたいな、うん、ところがある気がする、うん、なんかやってみればみたいな、うん、もう恥を捨てたよね。恥捨てた、恥捨てた本当に恥ない、確かに。もっと積極的に、うん、なんかいろいろ人に話しかけられるとか、うんうん、そう、ファセコだとすごい聞けるよね、うんうん、すごいいいね。マジで、うん、メンタルめっちゃ、めっちゃ強くなった。いいね。私も逆に日本行った時にそんな感じになってきた。結構まあシャイの方ではあると思うんだけど、まあ、その話してる相手によって違うけど、なんだろうね、日本行ってやっぱり自分から話しかけてみないと誰も喋ってくれないから、それがすごいなんか日本に行って学んだことの一つかなと思った。逆パターンもあるなって、面白いなって思った。積極的に行かないとね。うん、意外とさ、なんか英語できないと思ってるけど、意外とみんなは母国語じゃないから、うん、みたいなところがある。なんかアメリカとイギリスだけ母国語だけど、それ以外にヨーロッパの人もうまいけど母国語じゃないから、うん、なんかそれはなんか全然気にしなくていいかなみたいな。そうだね、うん、向こう間違ってるかもしれないし、うん、絶対あるそういう気持ちで、その気持ちでいくといいかなと思った。日本人はなんか自分が思ってる以上英語喋れると思う。単語が知ってる、なんかめっちゃ多くの単語知ってる人多いなって思ったけどね。やっぱりその日本語の中でもカタカナ出たりするんだけど、うん、発音はちょっと英語っぽくするだけでいろいろ話通じると思うから。うん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 、今日本当にいろいろ話聞かせてありがとう。ありがとう、楽しかった、ね、ありがとう、誘ってくれて楽しかった。だからもう仲良くではこの動画を終わりにしたいと思います。この動画が面白いと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。誰にも会えないロックダウン、一人暮らし地獄 right now。